東京店いよいよオープンですね。オープンです、ね、もうすぐ、はい、東京店の衣装がついに完成しました。オープンにあたって大阪のトップ3に発着してもらおうと思います。そんなんはやめてくださいよ。そんなちょっとしかすごくないですよ。ちょっとしかすごくないですよ。ということで、はい、早速着替えていきましょうか。イエーイ、楽しみ。着替えていっちゃいましょう。出て、お立て。着替えましたか。それでは出てきてください。かわいいっすね。三者三様の三種類あるみたいで、向こう行きます。一旦向こうで、はい、ということで、はい、さっきさせてもらったんですけど、どうですか。なんかいいよね、この種類のさ、三種類ちょっとずつ違うんですよ。わかります？間違い探しです。私はリボンがこういう形で、首元の襟がこのように立ってますね。可愛いです。で、襟は多分ここ一緒なんですけど、ここにハートね、ハートがついております。ついてます。ファンデーションもついてます。ついちゃいました。ファンデーションつけてあのお生地するみたいな。ということで、私はここの、これも違うか、このヒラヒラが、ほんまや、ね、違いますね。ここも違う。私はプリーツになってて、ペアちゃんのレースのクリルビになってる。かわいい。で、丸襟で、かわいいですね。めっちゃかわいい。でも、もうどれ着るってなった瞬間に、もうほんまに自分、これ自分たちが好きなの分かれて、そう、なんか似合う似合わんあるからね、やっぱりスタイルとか体型によって、うんうん、私こういう詰まってる襟の服が得意やから。私詰まってるの逆に似合わないんで、これは絶対なくて、おっぱいないから無理で、おっぱいあるけど、あるなぁと思ってあるなぁと思って譲りましたね。譲りました、はい、全然私たちもあるんですけど、あるんですけど譲っとこうかなみたいな、やっぱね。可愛いですね、でも本当にリボンがちょっと異素材になってて、確かに衣装感出ていいですよね。リボンもね、違いますね、うん、これとここは一緒。私は紐になる。可愛い、可愛い。あ、めっちゃ出ちゃった。このカチューシャ、はい、何でしたっけ、カチューシャの長いです。あ、このね、これも可愛いです。ひかりさんがデザインしたのとちょっと、うん、あれめっちゃ好きやったから見た感じで、ここにリボンついてたらなんかこっちだけじゃなくてこっちにも広がりがあるから顔のバランスがよく見えるから好きです。しかもなんかこの間誰やったっけ、なんかここでなんか結んでた方がリボンつけてるように見えて、めっちゃ可愛く見えたから、これめっちゃ好き。ゆうちゃんどうですか。可愛いです。お前がな、お前がないいところを言ってくれたので、もう僕はもう僕は私も使おうそれ、私も使おう、もう私ははい、まあね、今日初めてこれ衣装見に来たんですけど、まあ、デザインは多分これでいくんですけど、このリボンとか素材とかは多少変わるかもしれないので、ということで実際どんな衣装になったかは東京店に見に来てください。そういうことです。そういうこと、見に来た人しかわからない。そうです、楽しみにしておいてください。まだね、もっと可愛くなる余地があるってことで、絶対、うん、絶対可愛くなる。もうアップデートアップデート。で、もう どこが変わったかはあの当ててください。そうやね。ということで、あの、また待ってます、東京店で待ってます。会いに来てください。行きます。出勤します、絶対に行きますよ。関東の方も大阪からも来てください。ということで、今日のキャストはゆあと、ふゆと、ころもでした。せーの、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。